海外、これこそが日本の強みだ。日本のエンタメが世界を制した理由が、一言で総括され話題に、多様なジャンルや、深いストーリー性などを理由に、多くの人々から支持されている、日本の漫画やアニメ、特に近年では外国人のファンが、非常に増えていることは、ご存知の方も、多いことと思いますが、 その人気ぶりはとどまることを知りません。何でもあの他国を代表する漫画の人気さえも上回っているとのことで話題になっているようです。そちらについて早速触れていきましょう。現在加速度的に世界的な人気が高まっている日本の漫画やアニメですが一方でアメコミなどの勢いは以前に比べると低迷しており 本国アメリカでさえ人気の逆転現象が起きています。アメコミ人気が低下した理由は様々あるはずですが政治的正しさを意識しすぎたせいといった声もネット上では多く見られます。逆に日本の創作活動の強みとして海外の人気エンターテインメントサイトは自由に創作できるという インターネット上の意見を引用。その指摘に外国人からは、賛同の声が殺到しています。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。日本のエンタメが世界一になった理由が、完璧に表現されてるね。本当に、日本以外では規制対象が多すぎる。人を傷つけない限り、表現は自由で良いと思う。うん。 これこそが日本の強みだと思う。だからこそセーラームーンも先進的だった。他の世界では規制されてたのにね。そう、日本の作者は自由な発想で作品を生み出す。他の国のように寄生されることがない。だからこそユニークで面白い。素晴らしい指摘だ。自由だからこそ日本からは、傑作が誕生するわけでね。 コメントに目を通したところ、皆さん、非常に真剣に、自身の意見を述べている、印象を受けます。それほど、漫画やアニメは、愛されているのでしょう。日本で日々生活していると、自由だと感じる機会は、少ないように思いますが、他国出身の方々の話を聞くと、宗教的な理由で制限されていることが多い、または、 周囲の人々が過干渉といった意見を耳にすることがあります。日本には宗教が浸透していませんし、日本人は他国の方に比べれば、周りの人間もそれほど干渉してこない国民性ですので、そういった日常生活が表現力に影響している可能性もあります。少しでも、せめと内容の作品を海外で描こうものならば、 そんな漫画描いてるのやめなさいよと首を突っ込んでくる人がいるのでしょう。これはあくまでも筆者の意見ですが今後の漫画アニメ業界は海外の消費者に向けた作品を作り出すかもしれません。ですが日本人の生活環境はこの先もそう簡単には変わらないでしょうから自由な作品は数が減ったとしても 残ると思っています。今回コメントをされている皆さんには「あまり心配しなくても大丈夫ですよ」と言いたいですね。次回お会いいたしましょう。